ちょっとやっぱり鳥谷さんと藤目さんもこう調子が落ちてきた時間あったじゃないですか、うんで。スタメン外れてるんですけど、うん、自分が先発になると、うん、絶対スタメン出てくるんですよ。あ、もうもうデータが残ってるんですよね。鳥谷さんでも結構打たれてますね。で大体あの打った時きにパワにニヤって笑うんですよ。うん、これ監督牛島さん、大谷さん、小原さん、中島中橋さん、うん、ラミレスさんと。はい。 いろんな人たちの監督がありましたけれども、はい、やっぱりこう、なんか影響を受けた人とか、まあ、かえって言いづらいのかな、どうですかはい。でも、強くなってきたところからの、はい。自分が覚醒していくっていうところではどうですかあのー、僕の中では、大家さんの時に、ドラフトしてもらった。えっと、牛島さんですね。ああ牛島さんドラフトしていただいて、1>, うん、1年目で、 一軍で投げさせてもらって、うん、で、その後、大家さんの最後の年で、抑えやらせてもらって、はいうん、で、大花さんが、そこで結構あのー、期待して使ってもらってっていう流れだったんですよ。うんはい、で、中松さんになって、抑えダメで、先発転向したっていう一個のターニングポイントになって、で、 その後、ラミレースが1年目に、もう1月の時点で開幕投手任せるからやってくれよってもらって、その年に初めて武桁勝ったっていうような流れですね。じゃあもうみんなこう、ちゃんと筋道があって、ね、どの人がどうの頃じゃないんですもね。もう僕の中では、はい。そこの監督それぞれで、うん、あの本当にいい経験させてもらってますね。そうですね。はい これ、先発転向した時、はい、まあ、中橋さんの時ですけど、はい、違和感はなかったですかやっぱりもう、抑えはもうちょっときついなともしかしたら思ってたのか、うんはい、どんな感じだったんですか僕、もともともう、抑えやってる時から先発やりたかったんですよ。はいはい。で、ちょうどその、ゴールデンウィークですかね、うん、の広島戦で打たれて、広島で。でも、明日からファームに行ってこい。っていう話、今、二軍に行ったんですけど、 で、その時に当時2軍に木塚敦あつし、さんが2軍の投手コーチしてて、木塚さんに、まああの僕、これでダメだったらもうクビになる覚悟があるんで先発させてください。お<う>っていうとこから始まったんですよ。まあまあ、あのー、野球選手からするとちょっと勇気ある。はい、もうこれだって言っちゃった以降、はい、もう後と引けなくなるからね。はい、後でまたリリーフに戻してくださいってわけいかないから。やっぱりこのまんま僕やるとちょっと野球後悔しそうなんで。はい 最後、ちょっと腹くくってやるんで、先発転向させてくださいっていうところで。え、年いくつその時だ ?25 とかじゃないですか、ね。25、五6、えー、25、五6だからもう、この、早熟の、あの、選手が、もしかしたら26、7で終わってたかもしれないんだよね。そうですね。はい。間違えたら。はい。でもまあ、気持ちの中ではもう、決めてた。はい。うん、で、決めて、まあ、気づさんに話させてもらって、で、それを木塚さんが持ってってくれたんですね。うん。 で、ファームで2、2、3試合先発して抑えて、うん、で、ちょうど谷間が空いたんで、交流戦のロッテ戦で、そこに僕がポンってハマったんですよ。はい。で、そこで、たまたま抑えて、そこから、その年、もローテ入ってったっていう。そうですよね。感じなんですはい、はい、はい、はい。で、まあ、その年に、じゃあ、途中で5月まで抑えやってた人が、ローテーション入って、はいはい、そこそこやっぱ勝ったわけですよね。発症したんですか そう途中から発症したわけだ。はい、発症で、関東も3か5ぐらいでした、ね。はいはい。はい、でもその、やっぱり全然職種違うんだけど、はい、体力的なものっていう、もう投げる体力だよね。これがやっぱりあったってことだよね、はい、潜在的に。そうです。僕、リリーフやってる時代から、キャンプのウェルペンだと100球場投げてたんですよ。うん、やっぱ投げて作らないと嫌だったんで。投げることが苦じゃなくて。はい。 例えばその、今日のランニング400メートル走10本だ。はい。300球投げたら、走り投げたら300球投げるタイプ。はい。だったっていうような。ああ、もう同じやつだもんね。大好きだもんね。俺も投げるの大好きだから。うん。だから走るのも別に苦じゃなかったけど。俺はね。まだ若い頃は痩せてたから。うん。まあでも、ちょっとなんか同じ匂いがたかったです。良かったです。ね。え、ちなみに、 えまあ、抑えもそうだし、先発もそうだけど、はい、もうちょっと現役時代こいつ嫌だったな、はい、こいつ、まあ、かもだったな、っていう選手は、あえて言えますかね。はい、僕はもう、福留さんと、うん、鳥谷さんが嫌でした。えー、まあ左が嫌なんだな。左が、そうですね、左ですね。はい、な何打たれるのなんか、投げると全部タイミング合ってるような感じするんですよ。 はい,は,いはい、はい、はい。リリースした瞬間にどの球種でも、なんか、あ、合っちゃったみたいな、ふい、この間合いがあって。それはもう先輩、リリーフの時もそうなのリ、ね、リーフの時もそうです。ずっと嫌でしたね。え、鳥谷選手って初めの頃ってインコースの真っ直ぐ系打てなかったっていうのもすげえイメージあるんだけど、はい、もうそういうのも克服していったってことですかもう、僕、インコース投げても打たれてたイメージですね。なんか、癖でもあったのかなっていうぐらい。多分あるね。<laughs> <laughs> うん いや、だって、ちょっと、うんうん、うん。まあでも、左が嫌だったってことよね。左。でも、僕、その、福留さん、鳥谷さん以外は、左は苦じゃなかったんですよ。え、でも、ちなみに、二人とも、その、阪神なのか、はい。福留がドラゴンズ時代なのか。えっと、福留さん、メジャーから帰ってきてたんで、もう、阪神ですね。阪神、じゃあ、もう、阪神戦嫌だったってことだ。はい。で、ちょっとやっぱり鳥谷さんと福留さんも、調子が落ちてきた時期だったじゃないですか。うん、で、スタメン外れてるんですけど、うん、自分が先発になると、うん。 絶対、サみ出てくるんですよ。あ、もう、もうデータが残ってるんですよね。そうそうそう。うわ、出てきたはずでで、絶対一本打たれる絶不調だ面白い。はい。抑えたのは抑えてた選手ですかうん。言いづらいか。正直ね、あるんだけど、言いづらいんだよね。残るからね、これ。あと僕、谷池さん嫌でした。 ああ、谷繁さん嫌だった。谷繁さんもなんか。こう、なんか自分で受けててもらった人あ、<laughs> 違うの、僕は、ケースん食べてないですけど。うんこう。まあ、いろいろお会いした時にご挨拶をさせてもらうじゃないですか。うん。うん、谷繁さん投げづらかったですね。絡みづらかったとかじゃなくて。<laughs> いや、未だに怖いです。まだに怖いですけど。<laughs> 怖い。けど、うん、谷繁さんにも結構歌われてますね。で、大体あの、 打った時にたまーにニヤーって笑うんですよ。うん、こっち見て。うん、なんかちょっと悔しくて。<laughs> <laughs> なるほどね。だからカーブ投げんなっつっただろう、みたいな。なんかそれ言いそうでしたね。谷嵐の谷はつけたくないな本当はね。谷繁にやられたんだ。<laughs> なるほど。ということで、えー、カモは、えー、カモじゃない、苦手なのは、はい、谷繁。えー 鳥谷、福留め。まあ、な、なんかね。ちょっとわかるような気がするな。<laughs>